の M A R I に数字の7と書いて
るわ。ルーさんにはまた後で出てきてもらうということで。全然いただいて大丈夫です。それでは次の曲も一緒に聴いていってください。次の曲は女の子の切ない気持ちを書いた曲となってます。聴いてください。君が遠くて。違うの中で出会うと分かる。
聞いていってもらいたいなと思います。次の曲もぜひ楽しい曲なので手拍子をお願いいたします。楽しんでもらってますか？いけますか？はい、じゃあよろしくお願いします。聴いてください。 Love ジェットコースター。
私マリナは8月の3日で今年の8月の3日で、ライブをやり始めた8月3日7年前から8月3日で私は今年の8月3日ですいません7周年7年目になりますでありがとうございます。はい、自分の名前に数字の7が入っているので7はとてもあの好きな数字で、7周年何か特別なことをやりたいなと思って決定いたしました。8月3日ナンバーハッチで7周年イベントをやらせていただきます。はいありがとうございます。タイトルはセブンズ・ザ・クラウンということで、チケットなどの詳細はちょっとまだなんですけれども、ぜひ、よかったらこの日は来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後の曲は、首からかけてくれてる人もいるんですけど、タオルを回したいなと思うので、最後みんなでタオルを回して楽しんでいきたいなと思うので、ぜひ持ってる方は準備してください。あのマリナのじゃなくても大丈夫ですし、ない人は、はい、何でも大丈夫です。ない人はエアタオルでも大丈夫なんで、よろしくお願いします。それではラスト盛り上がっていきましょう。全力最終ヘイ。何してるの今どこなの、君からの朝まで踊る。
우리라도